今回紹介するのは「読書で自分を高める」という本です。大ベストセラー「ユダヤ人大富豪の教え」の著者が自らの体験に即し知的好奇心を広げ読書を楽しむ方法を初公開。どのように本と接し 人生をいかに生きるか読書とともにある人生の喜びを語る書き下ろし私は本はやっぱりいいなぁと思いました自分を高めるって楽しいことだよなぁと理解しました私は大学を卒業してから読書好きになりました学生時代本は私にとって眠り薬以外の何物でもありませんでしたそんな私は今じゃトイレやお風呂、 いつでででももどこでも本を読んでます。最近は電子書籍も使ってますがやはり紙の場痛いの方が身体に入る感覚がある気がしてますそもそも私を本へと導いてくれたのは社会人としての挫折でしたあれだけ学校では強制されても読まなかったのにです思えば学生時代夢 希望を「いだけ」と教えてくれた学校でしたが社会ではそれは単なるお題目でお金儲け第一主義にまずついていけませんでしたボロクソにされながら学校で教わったことが全く役に立たないことを思い知らされました「これはいかん使えない頭と心を何とかしないと?」と焦りました今でも思いますが大人が子供に夢や希望を尋ねる場合 それは叶わなないことが前提なのですね。それではやはりおかしいし世の中あまりにも悲しいので私は著者の本をはじめさまざまな本を手に取ってます。自分を高めやはり夢や希望を持っていきたいではないですか。読書に関して語るとついつい熱くなりますがただお金を稼ぐとか役に立つとかご利益ばかりでない。 自分を高めるという意味をこの本から考えてもらいたいと思いますまた本書を読むとどう人生が何倍何十倍何百倍にも楽しくなるか書いてあります読まない人の気持ちはよくわかりますがいつか読書好きの目が発芽することを祈ってます本書がそのきっかけになるといいですね以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。